ツーボールツーストライク、うん、うまくをつけた。これも落ちるか。セカンド交代交代、ジャンプ取れない。2人帰ってくる、2人帰ってくる。そして打った桑原はセカンドへ。3対0、渋くセカンドの後方、今度はタイムリーになりました。桑原、浜の一番定着の桑原、見事なバッティングで3対0。ウネピッチングコーチが慌てて出てきます。これもちょっと根っこに近いんですけどね。そうですよ。でも内側からバット出してってんで、まあいいとこに落としてくるなって感じしますよね。さすがの忍者も取れませんでしたもんね。忍者取れない。でも引っ張ってくれたらバット折れてんですよ、はいはい、あんなのね、記録はヒット満塁。バッターロペス、あっとバットの下げ高いったか、満塁ホームランか。レフト見送った。第4号満塁ホームラン、試合は決まりました。久々に出ましたロペス。7対0になりました。変わった中打たれました。まあ高めは得意なんですが、牧原さん、外側の高めでしたかね。まあ、でもあのコンパクトに振ってあんだけ飛ぶんですから、結局芯に当ててしっかりバット乗っけたらね、違うんですよ。思わずラミレス監督も万歳。そうですね、バットに乗せるというね、本当にレベルスイングのいいスイングしてました。センターへいい当たり、センター前進まで諦めた。ワンバウンドヒット、倉本帰ってきます。8点目。初球打っていきました荒波。8対0となりました。槙原さん、 DeNA にとっては久しぶりの大量点になりましたね。まあ、非常にいいゲームになりましたね。まあ、これもやっぱりモスコースの力投というのがね、はい、非常にいいものがあって、野手とピッチャーがね、お互いに頑張れ頑張れってこう励まし合っているので、はい、行ったかな、どうだ、風は緩やかにライト方向を押している、入った。第7号が出ました。セントラルリーグホームランダービートップに立っている筒香。4月の14日阪神戦で第6号を打って以来、4試合ぶりの一発。10対0になりました。久しぶりは相手をシャットアウトした試合はございません。三塁ゴロ、セカンドから一塁へダブルプレー。今シーズン DeNA ベイスターズ初めてのシャットアウト勝利。10対0快勝です。ロペスの満塁ホームラン、そして都合の第7号ツーラン、そして何といってもこのモスコースの力投、ピンチを抑えて何度もガッツポーズを見せました。そして1回2回に見せましたラミレス監督のエンドラン、見事に的中という采配も当たったゲームでした。そういう意味ではある意味槙原さん、全てがうまくいったという試合で、いやもうベスターズの完全に最高、あの次の試合にもね、向けてどんどんいい材料を提供したそうです、ね、ゲームになりましたね。まあ、ラミレス監督が提唱していた積極